井上真央5年ぶりに民放連ドラ主演。本誌にだけ明かしていた引退危機の真相。井上真央、36、主演のドラマ、100万回言えばよかった、TBSK、が1月13日にスタートする。同作は恋人の直樹、佐藤健を突然亡くした井上演じる優衣が、幽霊となった直樹の姿が見える刑事の女王、松山健一と共に奇跡を起こそうとする姿を描いたストーリーだ。井上が TBS の連続ドラマで主演を務めるのは実に16年ぶりのこと。民放の連ドラ主演も17年10月期の明日の約束、フジテレビ系以来5年ぶりであるため、SNS では、真央ちゃん久しぶり。ドラマ楽しみだな井上、真央がドラマ出るの久しぶりだから本当に嬉しいと、同作に期待する声が上がっている。そんな井上だが、05年のドラマ、花より男子、TBS、で連ドラ初主演を果たすと、一躍人気女優となり、花より男子、シリーズだけでなく09年の映画、僕の初恋を君に放ぐ、や11年の8日目のセミ、といった話題作に次々と出演。さらに11年の連続テレビ小説、お日様、NHK、でヒロインを演じ、同年末の第62回 NHK 紅白歌合戦では紅組の司会も務めた。そして15年の花年ゆう NHK では大河ドラマ初主演も果たしている。しかし16年に事務所を移籍して以降、井上の露出は激減。また井上は花より男子で共演した松本潤。39との熱愛も囁かれていたため17年、30歳になったタイミングで、結婚によって電撃引退するのでは、と一部メディアが報じていた。そこで同年3月、本誌は引退危機について井上本人に直撃している。正午過ぎ、愛犬を散歩させるために自宅から現れた井上に恋愛や結婚について聞いたところ、彼女は、いやいやいや、ちょっとここでお答えするのもあれなんで、事務所を通してお答えさせていただきますよ、と返答。それまで週刊誌の直撃取材に対してガンナに口を閉ざしてきた井上だが、この日は本誌記者が質問を重ねていくと次第に現状を明かすように、松本さんとご結婚が近いと報じられてますよ、ねと言うと、いやいや全然、全然。と言い引退報道についてはあれには私もびっくりしました。でも、しょうがないですね。いろいろ言われるのがこの仕事なので、全くないですよ。はい笑い、と話した。今はすべてをリフレッシュする期間だと?と本誌が問うと、はいお仕事もこれから始めますと答えていた。1月7日、100万回言えばよかった、の制作発表会見で、うさぎ年なので、年女で、だからなんっていう話なんですけど今年の力をすべてこのドラマにって思っています。すべての力を3月まで出し切って、あとはどうしよう。健康で乗り切りたい、と意気込んでいた井上。まだまだマイペースな活動が続きそうだ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願い